はいどうも、百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。アロマ加湿器。こちらまたね、スリーピーの方になりますかね。併設店舗の方うろうろしてたらこちらが置いてありました。あのダイソーさん、まあスリーピーとかでもそうなんですけど、珍しくね、高額な2000円、ね、税込み2200円の商品ということで、ダイソーとか、まあ、スリーピーの中でも結構高額な商品になるのかなと思います。加湿器なんですが、まあ、アロマ加湿器ということで、ここにも書いてあるんですけど、エッセンシャルオイル、加湿器用の水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターに対応ということですね。はい、だからただの加湿器じゃなくて、まあ香りとかのね、アロマの香りも楽しめる、そんな形になってる、まあ加湿器ですね。普通の加湿器に、まあアロマ系のやつね、ダイソーとかでも、まあ昔ちょっと前にね、去年とかでも売ってたんですけど、こちらのまあ加湿器、ちょっとデザインもどうなのかなっていう、ちょっと変わったタイプだなというところで、これもね、前から売ってるんで新商品というわけではないんですけど、スリーピー併設の店舗に行くことが最近ちょっと増えたんでね、スリーピーの方も商品ね、ちょっとチェックして、あまりダイソーの店舗にないものを気になって購入してみてるという感じになっております。まあどちらかといえばね、やっぱスリーピー女性向けの商品が多いのかなというふうには思うんですが、まあこちらのね、アロマ加湿器どんなものなのか見ていきたいなと思います。中開けますと、本体とまあ、ケーブル、充電用というか給電用ケーブルか。で、説明書。もう結構しっかりした説明書がついてまして、こちらは製品仕様としては給電式ですかね。説明書にある仕様から見ていくと、超音波振動方式。本体は直径 95mm×高さ 153mm。ケーブルの長さは 1m で、重量が 205g。USB の給電式ですね。 DC5V1A、 消費電力は約 5W、 水タンクの容量が 85mm、 ミスト量は、毎時 12mm、 連続動作時間が約7時間、使用推奨温度は10度から35度、 ABS 樹脂の PP 樹脂、 AS 樹脂という素材ですね。対応しているアロマですが、エッセンシャルオイル、加湿器用の水溶性アロマオイル、加湿器用のアロマウォーターということで、こちらが給電式で、タイプ C ですね。ベースは A タイプになりますけど、で本体こちらになってまして、まあ、スイッチはここにあります。で、これパカッと蓋があって、作りはねこんな感じの作りになってますね。使い方、ちょっとね、今まで普通によくダイソーとかで見かける加湿器、あれだと、まあ、給水芯っていうのがついてるんですけど、こちらにはそういった芯はついてないんで、もう普通に、こちらにね、水を入れるだけで、マックスラインとしてここにね、真ん中よりちょっと下ぐらいかな、ここにあります。だから水はね、そんなにたくさんは入らないみたいですね。ただやっぱアロマオイルが使えるということなんで、まあ給水芯のついてない形の商品になります。水を入れてね、動かせる状態にしてみましょうか。ちょっと水入れます、ここに。はい、こんな感じで水が入りますね。で、あとはもう普通にこれにね、蓋をパカッと乗せるだけ。そうするとスイッチここなんですけど、この後ろ側にね、ここにタイプ C のポートがあるので、ここへ刺します。これでもう準備 OK ですね。これで一旦加湿器としての準備は OK です。では、あとスイッチ押しますね。はい、今ね、押してみました。ちょっとわかりにくいな。ちょっとわかりにくいんですけど、こんな感じの、ミストの方がね、出てます。これね、何ですかね、やっぱね、ちょっとキメは細かいかな。前回ちょっと前に紹介したね、ワッツで買ってきたやつとか、ああいうのと比べても、ミストの方はより細かい感じかな。なんかこうやってても、そんなにここがね、ベタつくっていう、水滴がつくっていう感覚もない、すごく細やかなミストが出てます。これはね、いいですよ。この間の、まあまあ500円ぐらいとかのね、加湿器って、結構まあこうやって近づけてたら、指にね、
水滴ついて、濡れる感覚っていうのも若干あったんですけど、これ全然ですね、ここにね、今出口に指を置いてますけど、ずっとサラサラしてます。全然水滴つく感覚もない。すごい細かいミストが出てますね。これだとね、多分パソコンのそばとかでも多分全然気にならないかと思います。ちょっと分かりにくいんでね、ちょっと背景、黒い背景後ろに置いときますけどね。まあちょっとこれ iPad のねケースなんですけど、こんな感じのね、本当にキメの細かいミストが出てます。全然ですね、これこれね、特徴がもう一つありまして、この真ん中、中のね、このケースの真ん中、ここがね光るんですよ。まあ一旦これ止めるじゃないですか。まあまあついててもいいんですけどね、この電源ボタンを長押しします。すると真ん中がこういうちょっと温かいね、ちょっと一見ストーブみたいに見えますけど、こういう感じで光る。でもう一回押したらね、どっちも消えます。もちろん長押しだけ押せば、ライトだけつくっていうこともできるので、ちょっとこれは面白いかなと思いますんで、これアロマも使えるっていうことなんで、実際にダイソーさん行けばね、こういうアロマオイルも売ってます。今回ホワイトムスクの、アロマオイル購入してきたので、ちょっとこれを匂いは伝わらないですけどね、こちらちょっと垂らしてみて試してみようかと思いますんで。こんなやつね、結構ねいろんな種類あるんですけど、今回はうちの奥さんが選んだホワイトムスクの香りをちょっと入れてみます。これでアロマオイルも入れたので動かしてみようと思うんですけど、あ、すごいね、ちゃんといい香りしてきますね。ちょうどいい、ほんといい香り、ホワイトムスクの香りが綺麗にしてます。今普通にね、こうやって加湿器としての機能もあるし、これ香りがねちゃんとついてます。これいい感じの今香りが部屋の中をね漂ってますね。いや、いい感じですよ。ちょうどいいぐらいの香りを撒いてくれてる感じがします。いや、まあまあいい感じです。なんていうんですかね、結構これキメも細かくて、機械とかのそばでも多分そんなにね、このあたりもね湿ってることもないし、まあ上に手を置いてても水滴がつくとかも全然ないんで、本当にね霧のようなキメの細かいもの、はい、ミストが出てます。でその中に今アロマオイルが混ざってるので、部屋の中もねいい香りを漂わせてくれるんで、いい感じの商品じゃないかな。まあさすがに2000円するんでね、まあ十分使える系統かなとは思いますが、これでまあちょっとアロマの香りね、まあ他にもいろんな香りあるんで試すのもいいかなとも思います。じゃあちょっとね、これライトランプつくんで、暗い部屋の中でどんな感じになるのか見ていこうと思います。じゃあ電気消しましたんで、ミストの方を動かしながらライトつけます。するとね、こんな感じに明かりがつくんですけど、結構ねオレンジ味がすごくあって、雰囲気はね暗闇の中ですごくいい雰囲気出してるかなと思いますね。で、これアロマのね、まあ今ホワイトムスクの香りが入ってるんでいい香りがしますし、そこまで明るくないんでね、部屋を暗くして使うっていう、まあ特に寝る前とかにはいいかもしれないって思う、インテリアとしても十分いい感じだと思われます。これはね、結構いい感じで使えそうかなというのはありますね。やっぱね、これぐらいの商品だと、まあ悪くないなという雰囲気もあるし、インテリアとしても悪くないと思うんですが、見ていていかがでしょうか。こんな感じに映ります。ちょっと引きで映すとね、こんな感じになっちゃうんですけど。ほんとね、何度も言いますけど、これミストが本当にね、吸水芯使ってくる、まあ、500円とかでよく売ってる、加湿器に比べると、ミストがすごく細かくて、全然ね、こう手サラサラのまんまなんですよ。まあ、多少はね、湿り気というか、ありますけど、本当にね、こう濡れる感覚っていうのは全くないんで、これは、まあ、いい感じかなというふうに思います。で、本当香りもね、まあ、いろいろ選べるんで、自分の好きな香りをね、垂らしながら加湿するっていうのもいいかなと思います。まあ、うちね、ちょっとね、最近乾燥気味なんで、結構加湿器動かすんですよ。まあ、こういった紹介してるんでね、家にこういうね、ダイソーとかのね、加湿器、まあ、たくさんあるんで、あちこちで動かすこと多いんですけど、そんな中でもね、これ本当に、全然、まあ、多少はね、
やっぱりありますけど、その水滴というか湿る感覚、それでも前に買ったものとかに比べると全然ミストのこのキメの細かさっていうのが際立ってるかなと思います。まあ雰囲気いいですという形の、こちらの商品ね。サイズ感もね、そんなに大きすぎず小さすぎずという感じで、さっきの寸法言ってたように直径がだいたい95、うん、表記も95ぐらいなんで、95の153ぐらい、あ、そんなもんかな。そうですね、それぐらい、153ぐらい、表記通りのサイズ感ですね。いや、これはね、いい感じです。で、ダイソーさんの方ね、ほんとこういうアロマオイルもいろんな数売ってます。今回使ったのはね、ホワイトムスクで、そんなに変な香りっていうか、刺激の強い香りではないんで、ちょうどいい感じの、まあ、匂いかな、というふうに思いました。こちらはね、スリーピーで売ってました。お店によっては、ダイソーのね、普通の店舗でも、まあ、こういう加湿器のコーナーでね、たまに並んでることあるかもしれないんですけど、スリーピー行くと多分大体並んでるんじゃないかなという商品です。まあ、価格が2200円というね、まあ、やっぱり高額商品にはなりますけど、それなりなデザイン、それなりの機能、ちゃんとついてるなというふうには思いますので、気になる方、特にこのアロマ系のね、加湿器お探しの方には、個人的には悪くない商品じゃないかなというふうに思いました。こちらがね、発売元がね、ダイソーさんとかではなくって、株式会社エクスプラスさんっていうところですね。そちらの商品になっておるようで、ジャンコードはこちらになります。ということで、こちらね、このランプもね、悪くない感じなんですよね。これが、まあ、明るいところで見るとこんな感じですけど、部屋を暗くして使えば、結構いい感じの間接照明になっていいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、のんびりしたい時には、いい感じで使えるんじゃないかな、というところで。こちら気になる方はね、まあ、確実なのはスリーピーです。そちらをちょっと探して、チェックしてみてください。まだ季節的にね、乾燥、注意が必要な時期なのかなと思いますので、まだまだ加湿器は使用する機会多いと思うんで、試してみてください。ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら、紹介したいと思います。それでは。